サンドボードをする女性。UAE のドバイにて、サンドボードの選手が行ったジャンプ。ブラジルのフォルタレザ砂丘にて、サンドボードをする少年。モルディブのフバン村にて、サンドボードをする女性。南アフリカのアトランティス砂丘にて、サンドボードをする男性。チリのサンペドロであたかまにて、サンドボードとは、板の上に乗って、砂丘や砂山の斜面を滑り降りる。 スノーボードによく似た、オーストラリア生まれのスポーツ。人が乗る板もスノーボードに似ていて、長さ1.0から1.5メートルほど、両足をベルト固定するが、立ち姿勢を取らないなら、バインディングは必要ない。サンドボードは、座った状態、または腹ばいや仰向けで実践することもできる。一般的に、サンドボードに含まれるが、ソリやサーフボード、スケートボードの上げ板。 スノーボードを使うことも可能である。サンドボードは世界中に愛好家がいるが、砂漠地域や浜辺に砂丘がある、沿岸地域で最も流行している。スノーボードに比べると人気は低いが、その理由の一端として、機械化されたスキーリフトを砂丘の上に建設するのが非常に困難なため、参加者は砂丘の上に戻るために歩かなければならない。または、リューンバギーか。 全地形対応車に乗る必要があることが挙げられる。その一方で季節的なスキー場とは対照的に砂丘は普通なら一年中使うことができる。サンドボードのベースはスノーボードよりはるかに硬く、このスポーツのために作られた特殊基本素材を使って現在は大半がフォーマイカかラミネックスから作られている。砂を滑るため走る前に ボードの底は通常パラフィンベースのサンドボードワックスを用いたワックス掛けがよく行われる。その後、ボードの底は軽く磨いたような外見になるが、ベースベースを使うと磨くのも滑らかで、光沢も出やすい。大半のサンドボードは硬い木の合板でできているが、フルサイズのサンドボードは木材、ガラス繊維、プラスチック複合材からなる。しかしながら、 たまにスノーボードのベースは急勾配の砂丘で動き出してしまうことがある。ラマットネゲブ地区のアシャリムから遠くないネゲブ砂漠でのドロールバミッターがイスラエルでサンドボードをする場所になっている。南オーストラリア州にあるカンガルー島のリトルサハラはおよそ2平方キロメートルに及ぶ大砂丘である。最も高い砂丘は海抜約70メートルになる。 西オーストラリア州にあるカルバリから約3 0トル南のラッキーベイがもう一つのサンドボードの活発な地域である。この地域ではサンドボードのツアーも提供されている。シドニーから2.3時間北に行ったストックトンバイト砂丘は幅1キロ、長さ3 2トル、面積は4200ヘクタール町にも及ぶ大砂丘である。 巨大な砂丘は高さ40メートルに達する。ネルソンベイの中心部から、ほんの数分の場所にあり、オーストラリア最大の砂丘である。エジプトで、サンドボードする場所には、エジプト西方砂漠にあるシュワオアシス付近のグレート、サンドシー、カイロから1.5時間車移動するカッターニャ砂丘、市内半島にある、ダハブとセントカタリナの中間地点にあるエルサフラ、砂丘とハドダー砂丘などがある。 ナミビアはボードの代わりにスキーを使ってサンドボードに類似したサンドスキーを行う特徴が見られる。ほとんどのサンドスキーはナミブ砂漠にあるスワコプムント周辺やウォルビスベイ周辺の砂丘にて行われる。特別の許可を得て時にはソッサスブレーにある世界最高峰の砂丘でサンドスキーをすることも可能である。ナミビアに約10年間住んでいる。 ドイツ人のヘンリク・メイは2010年6月6日にサンドスキーの速さギネス世界記録を打ち立てた。彼は時速 92.12km の速度に達した。1974年頃にスワコプムントに乗り込んだデレック・ブレデン・コンプのような数名の先駆者に続いて1994年に南アフリカの商業事業者が観光客に向けた。 サンドボードを提供し始めた。2000年にサンドボードの南アフリカ競技連盟が設立された。2002年から2004年の間、南アフリカサンドボード連盟は、スワコプムントとオルビスベイの間にあるマッターホルンサ級で競技大会を開催した。競技種目には、デュアルスラローム、ボーダークロス、ビッグエアなどがあった。2005年と2006年には、 オルターアクションがマッターホルンでサンドボード競技大会を開催したが、この競技大会はもはや同時期の南アフリカサンドボード連盟の一部として組織運営されたものではなかった。連盟が崩壊して、その後の2007年にケープタウン周辺とハウテン州でサンドボードの催しが毎週行われて、再びこのスポーツは復活した。米国のフローレンスにある サンドマスターパークは民営で整備した16万平方メートルの砂丘と終日のプロショップがあるサンドボードの公園である。デューンライダーズインターナショナルは世界規模のサンドボード競技大会のための運営組織であり、サンドマスターパークでは各シーズン3回の大会イベントを認可している。アラモーサ近郊にあるクレートサンドデューンズ国立公園では 北米最高峰の砂丘と呼ばれるものの上でサンドボードを実施している。植物生息領域から離れた砂丘地帯はどこでもサンドボートとスキーが許可されている。ペルーはイカ県に大きな砂丘があることで知られており、そのいくつかは2キロメートルに達する。イカ県にあるデュナグランデは世界最大の砂丘である。コパサンドボーディングペルーは2009年より毎年、 パラカス近郊で開催されている。シュトリマの近郊にも大きな砂丘がある。チリでは国の北部全域でサンドボードが行われ、コピアポのメダのソ砂丘、カルデラのプエルトビージョ海岸、イキケの素晴らしい砂丘、ビニャデルマール近郊などが含まれる。ニカラグアには中米で最も若い火山のセロネグロがある。急斜面と火山差があるため、 サンドボードでこの活火山を下ることが可能である。サンドボードをする男性、ギリシャにて、ドイツのヒルシャウに、だいぶ小さな砂山、モンテカオリノがある。頂上120メートルへのリフトが設置されており、年1回のサンドボード世界大会の開催地でもある。アモチネスは、ギリシャのリムノス島にある、カタラッコス村から5キロメートル離れた小さな砂漠である。そこには、 多くの砂丘があり、人々はそこでサンドボードを実践することができる。イギリスの北東部に人々がサンドボードできるシートンスルースという小さな砂浜がある。イギリスは冬に寒く、夏に涼しい寒冷な気候ではあるが、そり滑りをするための十分な雪がないので、ここはそり滑りをするための良い代替場所となっている。日本では鳥取県にある鳥取砂丘が、 サンドボードを楽しめる場所として最も知られている。全日本サンドボード選手権大会も鳥取砂丘にて実施されている。ありがとうございます。